東シナ海に浮かぶ絶海の孤島男女群島、長崎県平戸口から南西約200キロ、高速船で 5,6 時間かかるが、60センチを超える大型グレが釣れる最後のメッカと言われている。切り立った豪快な磯が多く、潮の流れも速い。阿波長鳳の名手立石宗行、通算5期報知グレ釣り名人位を獲得。外見に似合わず燃える闘志を釣りにぶつけるファイトマンでもある。立石宗行は18歳の頃からグレ釣りに取り組み、四国をホームグラウンドに各地に遠征している。もう一人の阿波長鳳を代表する江藤博則、第1回2回4回のジャパンカップで優勝。四国を中心にグレ・チヌ釣りが得意で、豪快さと緻密さを持ち合わせた名手である。その場所やグレの大きさにマッチした的確な判断と仕掛けでグレを釣る。立石宗行、江藤博則、2人は永遠のライバルと言われるが、また仲の良い釣り仲間で、共に伝統的な阿波長鳳を受け継いでいる名手である。まず最初は男女群島の女島のジーソー重箱、潮通しもよく実績のあるポイントである。ここは男女群島の重箱という磯です。まず船着きは足こになります。潮は今見ていますと、ちょうど右から左の方へ動いています。ちょうど今日は、10時ぐらいの満潮ということで、右から左こういうふうに潮を取っています。それでまあ僕が釣りたいと思いますのは、ちょうどあの先端ですね、潮が左取っている関係で、どうしてもあの先端が一番いいポイントと思われます。まあここからでも釣りになるんですが、どうしてもあのはい、こういう段々にこう入っている磯がありますね。どうしてもその磯の餌がたまるところ、そういうところを攻めたいと思います。江藤です、よろしくお願いします。立石です、よろしくお願いします。この時の状況を説明します。風がかなり強く吹いております。釣り方としては、バッテン、足元のバッテン印のところに、巻きをしまして、浮きの投入はかなり遠投しまして、10メートルから15メートルぐらいの位置に、浮きを投入します。魚を食わす場所は丸印のところ、もしくはもう少し大きめだと思います。潮はかなり右から左の方に流れております。この絵ではちょうど左画面のところにいい潮目ができております。浮き差はちょうど見広少々で始めたいと思います。差し餌は頭を取って
胴中から尻尾の方に刺しております。まあ、尺に 2,3 倍餌を足元に巻きまして、まあ、通常なれば笑いの切れ目ですね、ちょうど切れ目のところにグレが見えないかのですけど、ちょうどこの時水温が2度ほど下がりまして、足元にはグレが見えませんでしたね。それでどうしても沖の方を流して釣った方が有利かと思います。それと浮きの流し方ですが、僕の場合どうしても糸を張って釣る釣りの方が多いんです。巻き餌と刺し餌を同調させて、そうふわっと流すよりも糸を張って誘いをかけて緩めるという釣り方です。でリール道糸は常にお長を狙っているためにフリーの状態で待っています。合わせはもう軽く、ハリスはこの時はちょうど4号です。まあ、口太のグレーみたいですね。これが徳島のグレーであればかなりいい方なんですけどね、離島ですとちょっと不満足の方になります。第1投目ですね。産卵を控えてお腹に卵をたくさんはらんでおりますから、魚の引きも弱いですね。こういう鱗の不揃いの魚が来ると、あとなかなか続かない場合が多いですね。どうしても杭が悪いということで、それで仕掛けを変えております。棚もちょっと深くなったかと思われます。朝のうちちょっと僕の方当たりが少なくていろいろやってるんですけども、なかなかグレが当たらんのですね。浮きも渋めに、調節してちょっと沈み加減というか、まあ、当たりがあったら食い込ますというだけの目的のためにかなりこう見にくいような状態で当たりを待ってるんですけどもね、なかなか第一匹目が当たらんかったんです。ハリスはやっぱり4号ぐらいでやっとったと思うんですが、おもりはちょっと潮のよれがきつかったんで、BB ぐらいを使っとったと思うんです。やっと当たりがあって、これはあまり大きめで釣れてなかった、打てなかったんで、1匹目はお腹でしたか、50ぐらいでしたかね。離島ということでかなり入れ食いを想定しとったんですけども、この1匹目釣ってやれやれといった感じでした。
先ほどから夜広程度でやってたんですけど、さらに杭が悪くなりまして、再度これ深くやってると思います。そして浮きはもう1号ぐらいの浮きで、重りも1号、あと見広ぐらいを深しで、全体を無広ぐらいの深さでやったと思いますけど、非常に杭が悪くなって、どうしてもお腹に卵を持っているせいか動きは悪いんですね。そんなことないですか、タデさん。そうですね、この時は見広ぐらいの浮き下だったら、サシがついたままで全然触ってくれないという状態でして、僕もかなり深めに釣っとったんですけど、当たりも少なかったですね。男女群島も何回か行ったことあるんですけど、こんなに食わなかったのは初めてやね。そうですね、2人でよく行っとんですけども、これだけ食わなかったのは初めてでした。もっとこう朝のうちはお腹の大きいが当たるという気で釣っとったんですけども、なんか当て外れっていう感じでしたね。イチゴの鉛をつけて、イチゴの浮きをつけてるんですけど、水面それでもギリギリにやらないと杭が悪いっていう感じです。江藤さん得意の深釣りでして、結構小屋の中でも当たりを取ってました。ちょうど沖に画面上部に潮目ができているところで食わしたと思いますが、立石さん、あの辺りで違いますかね。カモメがだいぶ飛んでますね。あそこらに浮いた餌が溜まってるようです。ちょうどやはりああいうところに餌が溜まるようですね。大きめを釣ったら言い方が当たるかなと思ってやっとるんですが、あんまり大きくないですね。これ徳島やったら、麦の大島やったらね結構言い方ですけど、男女のグレーにはちょっと小さいですね。これは塩がちょっとたるんだこの時一番たるんでいる時でしょう。常にああいうふうに穂先から糸をこう貼り付けて、まあ、釣るのが僕好きなんですけど、特に1号というような重たい重りを使ってる時にはこういう釣り方やってますね。貼り付けなんだ、どうしても道具が落ち着かんね、これ、潮のよれがあるようなところでは浮きの流れと針の流れがどうしてもこうずれてしまうんで、その調節のためというか、そのために糸を張って針をいつも潮の流れの下に行くように調節してますね。立石さん、口太のグレとお長のグレと釣り分けっていうん考えたことありますか。お長はどうしても浅い棚でまで出てくるっていうことで、完全深瀬の釣りを僕らもよくやるんですけども、この時は完全深瀬で浅く釣っても全然何にも当たりがないっていう状態でしたね。そうやね、もう口太にしろお長にしろ、その潮に合わせた、その状態に合わせたような釣り方をすれば、まあどちらが食うかわからんのやけんど、そういう合わせた釣りをすれば、まあ、お長も口太も釣れるというような魚の当たりは確かに多いですね。感じですね。まあ、この日なんか特に杭が悪かったんで、お長も割合深い棚で当たってましたね。そうですね。まあ、魚も大きいけど塩の色もやはり綺麗ですね。綺麗ですね。徳島あたりの釣り場と比べたら全然違いますね。あと僕はもう男女いて感心したのはね、まず星が綺麗ことです。
もう徳島あたりではとても見れんようなあの星の色をしてるでしょ。夜寝るときなんか特に思いますね。あれこんだけ汚染がないんやね、うん、焼きついてるようです。こういうあの浮きの沈んだような状態で僕の横で辛いようにしてください。心臓に悪いですから両方同じような釣り方やってるんで、磯の先端の低いところに出てるんですけども、ノリがいっぱいついてましてね、乾いてる時はそうでもないんですけども、波で濡れてる時にはもう歩くのがものすごく気持ちが悪かったですね。そうやね、歩き方がものすごくぎこちないですね。浮き下を深く釣ってるんで、針相撲を当然長く取ってるんでね、魚が手前に来ても巻き込んでもちょっと魚を手前に寄せにくいんで、受け玉につくのにちょっと暇かかってますけど、それをまた針相撲を短くしたら杭が悪いでしょう。でしたね、うん、針は何分ぐらいの針使ってましたこの時。僕は、カットグレーの7号か8号、それか、カットスーパーチヌの3号ぐらいでしたね。僕もね、朝はカットの9使ってたんです。それでも杭が悪くてね、まあ、7に変えて、それからまあポトポト釣れましたね。これ同時にかけましたね、僕のはちょっと小さいようですけども、こういう潮の速いところは潮さえ行けばもう状態さえ合わせばこういうふうに同時に食わすことができるんね。これなかなかこの時は風の向きが悪いんで潮に乗すことがちょっとしにくかったですね。今あれ魚小さかったんで跳ね上げようとしたら外れてしまいましたけど、また同じ芯がこの後僕外すんですよ。いつもは受け玉は自分の釣り場のすぐ横に置いてるんですけども、ちょくちょく波が来るんで高いところに受け玉置いてあるんで、ああいう動作になってますけど、まあでも太い糸やからできるんですね。通常徳島で使うような細いハレスではできませんもんね。うん、そうですね、あんなことしよったら切れてしまいます。渋しみの浮きでやってますけども、ちょっと急ぎはのさらしと沖の潮が当たってくるんとで、ちょうど浮きのあたりがよれてしまってね、こう普通だったら浮いてるような状態の浮きなんですけども、潮に揉まれて入っていってるっていう状態です。魚の杭が良ければもっとこう浮いたような浮きにして当たりを取るんですけども、この時は杭が悪かったんで釣りにくいんですけども、こう沈み加減でやってます。ハリス4号ぐらい、4号を確か使っとったと思うんですけども、もっと大きい魚だったら腰をかがめてこう膝で溜めるというような動作をするんですけども、まあ魚があんまり大きくないんでどうせ切れんわと思って、あまり腰をで溜めるというようなことはやってませんけども、
で僕らはいつもこうレバーブレーキの次のリールでやってまして、お魚が急な突っ込みの時にレバーを使って糸を出すというふうに竿の動作をやってますけど、なるべくなら糸を出さずに取り込むっていうような感じで、よっぽど魚が強いに引かん限りは多少竿の角度が悪くなったのをこう修正する程度の糸の出し方でやってます。それでもこの魚小さいな、この糸だったら切れる心配がないなと思った時には多少竿の角度が悪くなってもそのままで溜めてるっていうようなこともやってます。大きいグレーになったら、まあ、竿の角度を十分修正するんですけど、この時は60の斧がというだけを頭に入れて釣ってますので。また同時にかけましたね。ちょっと突っ込んでるような感じなんやけど、まあ、切れる心配はない魚ですね、この4号のハリスでは、うん、そんなに魚が持っていってませんしね。竿で起こして巻くだけですね。かなり僕も強引に巻いてますけど。ああ、お返しですか。外れましたね。やはり食い込みが悪いんですね、これ。どうしてもこの産卵前の時期ということで食い込みが悪くて外れてますね。1日あの重箱で一生懸命頑張ってみたんですけども、結局大きな長は出なかったですね。どうぞ。そうやね、明日は何としても60センチクラスの長を釣りたいですね。釣りたいですね。